さん、こんにちは。前の動画でね、トミックスの新製品情報を取りましたんで、今回はね、マイクロレスの新製品、あれか、製品化規模、製品でもいいや。まあ、そうですね、2022下半期、製品化規模の動画撮ってみたって言いたいんですけど、マイクロレスの場合だけはすいませんけど、タイトル的に製品化規模じゃないですよね。歯抜けをいじっていこうってコーナーなんで、それでご了承ください。というわけで、ね、一応製品化規模にはなりますけど、まずポスター、そうですね、マイクロレスの場合は遅れてるんで、ちょっと2年間分ぐらいのポスター、かさらっていきます。かさらってたんだけど、そうですね、洗っていきましょう。まあ、そうですね、2002年分ぐらいか。そうですね。まあ、新形成の新車に、形成の新車は3159か。あとは、久留里線、八高線、小田急、近鉄、玉戸の山手線、相鉄、桜ライナー、南海、荒野か。あ、サザンか。ごめんなさい。あと、西武と300系、ラビューが遅れてる。あとはそうですね、鉄仮面の167系でいいんだっけ、これって。アコモ色は7だった気がするんだけど。そうですね、7か。あとは、安らぎと、パナラマ、サザンクラスか。あと、阪急が2種類。あとは、西武のレッドアローと、ビッサカーの古いやつ。で、小田急がちょっと最近出荷かかったんですか、小田急8000系と、京成のスカイライナーの、3050。ちょうどあれか、昨日、栗浜行きになってるんですか。南北線、メトロ、東西線、すみこ暮らしのラピータと、誰かな、メタテ電車か。あと、玉戸の京葉線と、静岡鉄道だっけ、確か静岡だった気がするんだけど。ごめんなさい、豊橋だった。ピンポイントで間違えた。豊橋と、ごめんなさい、東武の両毛と、あとはなんか海洋堂のホビートリーに、多分あれかな、ウルトラマンとかの兄弟列車かな。あとは、これ見たっけ、たるみ線、違えわ。あ、たるみ線だ。たるみじゃねえ、たるみだ。あと、上田電鉄と、再生産の黒利線と。で、一応ね、今年案内があったのが、今のところ4枚、大阪メトロ、富士急行、京成2種類、相模線、東急、あ、すいません、東武、八高線か。あとなんか2種類変なやつと、再生産が、なんだっけな。36プラスとなんだっけ。ごめんなさい、52席の私服と、ハヤトの風か。あれ36プラスって。あれじゃあ、あれ JR 九州だ。で、あと桜ライナーが先月と、今月はですね、413系。ん ?413 だっけ。グローブ的に合わせてください。413系と、103系の変なのと、リニューアルと、もろもろと、相鉄ですね。一応これがね、今のところ生産がかかってる、まあそうですね、去年からの主な、製品がないんですけど、そうですね。ではまあ、ポスター順にいじくっていきましょうかね。まず413系なんですけど、ごめんなさい、俺が分かる範囲で頻繁いじくりますんで、多分ですけど、分かんないやつあるんで、それではご理解ご了承のった感じですかね。関西の車両はね、こねくり混ぜないんですよ。関東の車両ですらギリこねくり、指ぶつけたいって、相変わらず同時。ね、関東の車両でギリこねくり回してる状況なんで、ってわけでいきましょうかね。ちなみにスマホの方でもポスター出しながら行くんで、ちょっとすいませんが、ちょっとですね、ろれつが真ん中なんだ、いつもごとくなんで。なんかもう4月になってくると暑くなるね。ポスター一覧と。ではまずそうですね、まあ、関東からいじくりましょうか。まずここですね、まあ、八高線、品番が7666。まあ、八高線に関してはこれ多分、何年か前に再生産されてるやつの欠番のはずなので、まあ、特段ね、そこまでいじくります、こねくります、美味しくなるっていうことはなさそうな気がするので、7666。そうですね、7666に、ああ、ごめんなさい、嘘ついた。7653っていうのがあるんで、結構欠番があるな。一応欠番が、7654ってムエトレイン、カーゴに入れて、相手の検測者の、あとに、まあ、暴走中の209系があって、今回の、まあ、大宮のイベント訓練のやつと、八高線なんで、欠番はだいぶある感じですね。まあでも一応209系の訓練車がごっそり出ると考えたら、今回の欠番はいじらずに置いておきましょうか。で、相模線が8763と64だっけ。確か相模線もね、何年か前に、何年か前、多分4、5年前なんですけど、あれかな、トヨタ時代と、ひし形パンタってやつで、なんか2種類ぐらい出てるんですよね。で、その後1回リニューアル食らって、今回なんで。そうですね、一応205系、一番先生だったトヨタ電車から2013年4月。で、その時審判も一緒に出て、新塗装が、去年、あ、ごめんなさい、2017年4月。なんで、まあ5年前か。なので、一応品番としては、8760から1234と。まあ連番出てるんで、まあこの辺は大丈夫かなと思いますね。特に坂道線もまあそうですね、もう引退しちゃうんで、そうですね、こねくりましょうがないかなと。で、東武の9000系、東武の9000系なんか希望してたっけ、あ、違うわ。最悪、俺9050希望してたんだ。最悪なメーカーだな、人の結末潰しやがってよ。人の結末潰しやがってるのは、俺がそもそも人の結末使ってるだけなんだけどさ。うわぁ、ニアピンしやがった。腹立つ。6674。あったあったあった。66、まず7172ですね。7172の、東武の9000系。もう一個プレミアクス1世、何年か前再生産食らったやつ。一応、あちらが2019年の4月に再生産食らって、その前が2015年の12月に、その頭の前の頭、667071で、量産車、あれですかね、トップナンバーか。トップナンバーの東武の9000系が出て、今回はリニューアル車の、東部の旧世紀になるんで、
うわー、欠番使うか、しょうがねえ。一応、この後の欠番としては、英断の3000系があるんで、そんなにあの美味しくいただけないんですけど、いや、まだギリギリ欠番使えるんだよな。いやー、まさかこういう修正すると思わなかったんだよな。ちょっと確かに予約してるから、あー、やべえなと思ったんだけど。一応ね、特に今回予約します。一応ね、あのここのパスだけで言うと、1、2、3、4予約します。イェーイっつって。イェーイっつって、あれバカなんだけどね。そうかー、くそー、腹立つー。一応これね、確かにある程度品番通りには入力してるはずなんだ。あ、ごめん、品番通りでもなかった。ところどころ、はなけ追加してるんだ。どうしようかなー。リニューアルでいいんだっけ ?9000 リニューアルロゴありだっけ、そうですね。これあくまで俺の見た目なんで、多分今年の8月か9月の発売だと思うんで、まあ、あくまでね、半年覚えておいてもらえたらと思います。そうかねえのか。ちなみになんだけどさ、東部の9000系と9050系で何が違うの？そうさ、製品化規模してるやつがさ、言うことじゃないんだけど、絶対に。どうしようかな。発売決定施設って、メインは確かに、まあ、トミックとかの場合って何月予定って打ち込めるんですけど、何月予定って打てないんだよね、扱い的には。どうしようかな。分かりやすく番号書いとく。まあ、分かりやすくなんかロゴ書いとくか。で、マイクロだけはそうですね、20枚にしよっか。出荷決まったのだけは。丸にして。で、この後そうですね、一応品番的には、6690まで空いてるんで、ごめんなさい、嘘ついた。6681まで空いてるんで、5セットは出せるのか。そうなると、ちょ、その前にさ、東部の9000系って何が違うの？あの9050と9000って俺知らないんだよな。知らないでさ、選挙規模出してるか本当に申し訳ないんだけどさ。東部鉄道、東部9000系、南暮らしいいのかな、あいつら所属。あ、違った。ってことは7高台か。7高台絶対違うわ。7高台あれだ。なんだっけ、野田先生用だ。となると、春日部市長なのかな。それは絶対違うか。そうですね、春日部あるか、あの、あ、浅草から先か。あ、ごめんなさい、森林公園だ。忘れてた。森林公園の9000系。ね、9000系がチョッパ制御、9050系が同じ C 位置だな。何が違うんだろう。ごめん、何が違うんだろう。あ、ごめんなさい、合ってるわ。9000系がチョッパ制御、9050系が、3V 制御だ。あ、じゃあ、まあ。全然まあまあじゃねえんだけど。星たかるのはただ俺の持論、たかるのはただ。その時、あ、ごめんなさい、買うかどうかはその時売るっていうクソ持論があるんで。そうですね、一応まあ相模線とこれはこのままにとして、じゃあ次行きましょうか。次は京成なんだよな。そう、京成はね、またいじくり回さなきゃいけないんですよね。京成ってどっかに作ってたっけな。作った気もあるし、作ってない気もするんだよな。京成はこのさ、路線外事ごとに負けたら失敗。あ、そうだ、京成出してるんだ。京成、そうだ、こう、そう、なぜか京成は入力し直してるんですよね。ん？いや、入力し直してねえな。ちょっと待ちください。7300万台。7300万台どこだ。7300だったか。7300、あった、これか。京成の7300なんですけども、一番最初の点が増備車の30268編成。2016年発売したやつ。で、その後、千葉ニュータウンが7331。で、7332の、誰かな、筑波と一緒に出たやつかな。2017年7月に、2017年12月に出た6両。で、新京成の6両、同じく6両。で、7335が欠番になってんね、やっぱり。7335が欠番で、7336が成田スカクセス用か。じゃ、これ修正しなきゃいけないな。で、7337欠番、7338、39が今回か。
そうなると残ってる月番733 5と7か。これ消さねえとな。そうだよ。これ俺も買ってみてさ。そうか、ここ品番修正しなきゃいけないのか。733ちゃってんじゃん。7339出ちゃってるから、7337か。7337で、そうですね、735と7か。5と7なんで、そうですね、一応、京成3050系の旧塗装と、まあ、新塗装、まあ、今いらねえか。そうですね、一応、新塗装はいらないんで消しとくか。あれなんだよね、これ、京成の7300番台だけでいくと、もう、ケツは詰まってるんですよね。一応、7340に711系の北海道がいるんで、頭しか番号使えないんですよね。そうなってくるとだよ。え、これ以上京成って8両なんかあるっけな？いや、ないと思う。ほぼないと思う。今回出たのはそうですね、3050系の SR アンテナと3000系の SR アンテナなんで、まさか3000系8両の SR アンテナなんか出さねえよな。一応出してみるか。お腹空いてきたな。8世でいいか。8世と。ちなみに、京成3000年サランタも知らねえんだよ。で、大阪メトロに関してはすいませんが、わかんねえって感覚がいいんだけどさ。あと、あら、富士急行はいけるわ。富士急行1674。いや、ただ富士急行厳しいと思うんだよな。さすがに今からあれだもんな。鶴見線側の顔出ねえもんな。1674。1674で見ると、ちょうどあれなんですよね。つい最近出荷された富士急、京王線の玉のところに入ってるんですよね。だから唯一残ってる結番が、1677789なんですよ。そうなるとだよ。ああ、そっか、そっちで結番使えるのか。これちょっと後で品番通りに並べようかな。俺これさ、確実に鉄道会社ごとにしちゃったら失敗したんだよな。うわあ、どっかに JR、まあいいや、JR ちょっと分けるかしら、ね。ちょっとここにさ、A が連発されてるからすげえ助かるんだけど。仮にまあ、これあくまで品番適当なんで、多分メーカーと買っちゃったら勝ちなかったりするんで、ご注意ください。A の、思った、 iPhone だけは全部打っとけばよかった。まず A の、結番全部使うと、1677、あ、間違えた。1677、1678、1679。今回出たのが玉戸だよな。となるとだよ。まず1677で、まあ、205系の、まあ、京王線。誰でもいいんで、京王線。地形を確か最近出してるはずだから、出るはずなんだよ。地形を。あ、地形、間違えた。地形をの6期。まあ、4増。で1679なんですけど、あれ、富士急行のなんて言うんだ、ちょっと待って、ちょっと品番調べてみよう。品番っていうか、編成の方を調べてみよう。あのね、唯一なんだっけな、玉野じゃない富士急行が1本だけいて、元ハエの28。確か埼京線から転属してるのが1本だけいるはずなんですけど、富士急行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 ってどこ？これか。あ、富士山冷気電気鉄道って言うんだ。知らなかった。俺ずっと富士急行、富士急行って言ってた。車号表でいいや。確かね。全然わかんねえ。富士急行に最後に来たのが2019年4月に来て6751、6752。6751、6752あれだ。3000番台ってことはもっと8号線だな。
そうなると、0番台で見ると、クハ6551、5052。そうですね、6001号っていうなら、多分これか。6001号が多分頭の編成なので、あ、クマの編成か。そうなるとだよ。今回出たのが小窓だと考えると、6501号機。多分出るとしたら6501かなと思いますね。あくまで勘なんで、ご了承かなと思いますね。で、あとはいいっすね。じゃあ、あとは次行きましょうか。次が。まあそうっすね。京王線ここいじくったし、まあ、豊橋鉄道管轄外すぎる。で、なんか戻りすぎる。で、ラピート、そうですね。ほんで、ラピートなんだよな。0755。確かに、ね、ラピートもね、出てないラッピング電車っていっぱいあるんですよ。で、確かあれかな。ふるさと納税かなんかで、キン肉マンは出ちゃったのかな、確か。0755、0755。あったあったあった。そうですね、ラピートだけで見ると、一番最初に出た6両のラピート、で、その後木箱が出て、改良品のラピート、ピーチライナーのラピート、で、更新車、で、ここは隅っこ暮らしなんで、一応、結番的には、オーシャンローにかからない6、7、8、9、残り4本あるんですよね。残り4本で見ると、まあ、確かに、キン肉マンと、スター・ウォーズと、何かはあるんですけど、多分ラピートはこれちょっと出ない気がする。そうですね、そもそも番犬がかかるんで、まあ、今回そもそもなんだっけ。住み子暮らしとしてラピートが運行してて、まあ、ちょっとテスコの出たんで、多分出ただけだと思うんですけど、多分ラピートはね、これ以上出ないと思うんだよ。で、次が東西線。なんか東西線だっけ、頻繁出たな。849293、849293。849、あれ、メトロってでも希望してたっけな。違う、メトロこっちで出ちゃったんだ。849293、ちょっと待ってくださいね。849293。そうですね、ちょうど849293って英断ゼロ焦げが2013年に発売した番号で、そのケツに、南北線が2020年、2013年、2019年に控えてるんで、結番的にはね、8494しかねえや。8494と96だ。いや、8494と96だとちょっと厳しいんですよね。そうなると南北線が出る可能性しかないので、多分東西線のこっちの結番はちょっと使いづらいな。こっちで出しちゃってるんですよ、前回の結番で。そうですね。あとは、この南北線か。まさか、ここの品番が連チャンとか思わなかったんだ。で、小田急か。3788、81。小田急でも最近値段高いんだよな。3700、あ、この辺か。3700だと、小田急8000系。一番最初に出たのが、あ、ごめんなさい。これが一番頭か。で、その後2009年に全部出た、3784から87。それの、イベントか、新パ新パ更新車。となると、結論的には22、23、88、89か。確かに、ロッキー4増が出やすいのか。いや、でも、小田急8000系、これ以上ロッキー4増いらねえだろ。そこまで言うと、もうロゴマークしか残ってねえんだよな。あ、でも、小田急って、なんか、確かに、今、先頭車のどっかの、なんか、この帯のどっかかなんかに、ロゴマークかなんか入ってるやつなんですよね。いや、それしかねえだろ、小田急。でも、確かに、更新車の6両はね、2012年に出て以来なんだよ。全然わからん。しかも更新車の新パしかわからなかった。そうですね、確かに小田急は何か出そうだな。小田急出そうだけどわかんねえんだよな。確かに出そうって気がするんで、もう適当に打つか。ちょっと待って、小田急はすでに調べてみるか。確かになんかね、小田急ってね、ここ何年かでね、ロゴマークが変わってたりもするんですよ。一部違ったっけな。なんか変わった気もする。そうですね、小田急あってた。ごめんなさい。正しく言えばこっち。正面見て、この右のライトレンズの下にロゴマークがあるわ。ただごめんなさい。4両の方にあるかどうかわからないんで、一応作りは作るか。品番が80、どうだっけ。品番が、82と3、7と8と9か。品番が3700。3788と3789。あ、やべ、全部 A 使い切っちゃった。これだけやっとかないと。
開業するの忘れてたから最悪なんだけど。こんだけあれば大丈夫だろ。一回これポスターにしてもいいな。もう嫌だ、このタブレット嫌い。あれ、これむしろこれまで。やべ、そろそろぶっ壊しなくなってきた。汚い手だけどね、これが一番楽なやり方なんですよ。で、したら、でも、なんかね、さすがに、ここまでなんだろう、2つ、4種類、まあ2種類か、2種類も一気に出ないと思うんだよな。まあ、一応、希望はしておきますけどね。まあ、確か、小田急の中で俺一番8000キロ好きなんで。どうしようかな。ちなみに、新パってこれロゴあったのかな？一応2009年なんで、確かリニューアルされてもおかしくないんですよね。ああ、でも2009年の時もロゴマークなさそうだな。ちなみにあれなんだ、小田急の発信機誰だっけ？新、ロゴマークがある2種類なんかねえよな。これで俺新パな、新パじゃなくて、あの、ひがたパンパンぶち切れるよ。それはぶち切れるよ。小田急、小田急。小田急8000系。ちなみに全車新パだよな。全車新パだ。じゃあ問題ねえな。全車新パで誰か廃車になってる。去年と一昨年かなんかに廃車になってるんだ、6両編成3本が。知らなかった。まあ、とりあえず、小田急は線形の。ロゴ。これ、6機くっつけてから、あ、まあ、くっつけたらくっつけなかったか。見やすいようにくっつけ、話しとこう。なんだこれ、ロッキー音じゃねえのかな？確かに、でも、ああ、ごめんなさい。そもそもポスターもそうです。でも今回出た小田急が6両4両それぞれ出てるんですよね。一応セット扱いで。で、ゴムなしだもんな。まあ、そうなると、まあ、6千4千でいいか。でも、もう一個のだけはせんけど、どうしようかな。どうしようかなって言い方なんだよな。さすがにそうは出てこないと思うんだよね。ポン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 と。特にあと、小田急の確かに8000系って、そのさっき言ったイベントカーのラッピングショー、俺知らないんですよね、あるのは。あと、未更新車か。ああ、しかも消滅になってるわ。じゃあいいや。ロゴマークの更新と、いるかどうかわかんないんだけど、一応未更新でやったら出てきたんだよな。一応確定の片瀬の締め切ってことはこれ6両か。ちょっと待ってくださいね。あ、そっか、さっき言ったこれ廃車回数ってこいつらか。確かに今ね、6両編成3本が廃車になってるんですよね。ただね、車体更新はね、2003年にされてるんだよね。一応車体修理が2003年、2003年、2007年。で、他のやつらも2008年、2010年とされてるんで。だから車体修理が古いやつがされてるんですよね、廃車に。ただ未更新ってどういうことなんだろう。いまいちわかんねえんだよな。ただ未更新って一応出てきたんで。一応ね、未更新車だけでいく。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。そうですね、一応ロゴマークで多分未更新と更新だったんだ。で、一応全車両更新はされたっぽいですね。
そうなると、じゃああれか、床下の違いでいいのか。一応床下更新になって、スリーブ F か、あと行き先表示器フルカラー LED、で、リニアル工事定型差なんで、まあ、多分どうなるか分からんけど、出すだけ出してみるか。どうせ欠番がある以上ね。出すだけ、ただ。更新。で、形勢が、金番73、7336。合ってますね。よし、OK。で、次が、ラビューに関してはまだ出てない以上、なんともしづらいから、こっち行くか。阪急は管轄外だし、客車も管轄外なんだよな。あと、わかりやすいんだったら、西武、相鉄。相鉄はでも、これちょっとしか結論なかったはずなんだよな。ホラーマンはちょうどいいな、5000やっけ。俺のときはこんなこと言ってもホラーマンって言うんじゃない。2187。2187、2187。じゃあ、尺、今はこれで尺30分か。ちょっとこれ尺長そうだな。本当はね、考えたのが、結番全部使ってみたらよかったんですけど、あれやったら俺3時間動画になりそうな予感したんで、それはやめたんですよね。2187はね、結番そんなになさそうだな。一応、小田急5000系、新パ、ごめんなさい、新パの4両6両、で、ブランドマーク付き6両、改良品4両6両、で、今回の改良品が、ごめんなさい、小田急2600系改良品、4000系改良品、5000系シールドビームヘッドライト。なので、わからん。一応、結番はないんですよね。あとあるとしたら、まあ、2100の89以降、2200まで番号が空いてるぐらい。それの結番全部埋めんな。死活問題なんで、やめとこう。そうですね、形勢と新形勢の新車。まあ、結番的に1個あるんで面白いんですけど、あれ、結番なんか出したっけ、希望。出した気もするし、出してない気もするんだよ。こういう時ね、この品番通りにしとかないとめんどくさいんですよ。後で品番通り並べ替えとこう。すっげえめんどくさいけど。すっげえめんどくさいですよね。どうしようかな、やめようかな。いや、でも希望は出してなさそうだな。そうですね、出してないっすね。じゃあ一応つけとくか。品番が1221。あれなら新形勢ってそこまで差はねえよな。これちょっとトップナンバーだっけ？出たの。そしてトップナンバー、あ、でもごめんなさい。どうなんだろう。トップナンバーっぽいんだよな。1の位が1位に分かれてるんだけど、多分トップナンバーかな。そうですね。まあ、形勢出るとしたら、ラッピングぐらいか。確か、なんかラッピングされなかったっけ？なんかされた気がする。詳しくは覚えてない。汚ねえやり方。は、そうですね。まあ、2020年分もちょっと暇つぶしにか。まあ、形勢の3600型しかも結番なかったはずなんだよな、俺の記憶だと。9989。そうですね。で、スリーブユーフのターボ君が新しい品番に行かれちゃったんで。1130ってちなみに近くに何があるんだろう。1130自体は、1130。そうですね、1130自体は、12系のさっきのパナラマ客車、安らぎとかサザンクロスがあって、その下が頭部の両毛だ。この前後は品番めちゃくちゃ空いてるんですけど、でも、あらかしら、京成の3600系はあらかた全部持ってるはずなんですけど、京成、京成。一応、京成の3600系だけで絞ると、まず9980が登場時の、6両。で、その後9984が3600系、85がマーク付き、3600が8両。で、その後ターボ君が出て、今回のリバイバルと。で、そうですね、今回のリバイバルか。俺多分かな。その後結論的にはね、81から3が空いて、81から3が空いてるんですけど、ちょっと待ってくださいね。京成電鉄、京成電鉄。確かね、まだね、京成の3600系って6両に短縮された子たちが一部残ってた気がするんだよな。あれ、全部廃車になったっけ、あいつらもしかしたら。いや、そうだ、京成の3600全部廃車になったんだ。
そうですね、ビンゴ3600系残ってんのは6両になったリバイバルと今ターボ君しか残ってねえ。あとの8両だったり6両だったりしたやつは、そうですね、6連化されたのもあるけど、そうですね、やっぱり6連化された形跡があるな。ちょっと待って、6連できてんのかな？3668。あ、それがターボ君か。そうですね。でも現状6両編成になっても2019年にやっぱり廃車された形跡ありますね。このやっぱり3600系のさすがに6両時代は出ねえか。どうなんだろう。出たら欲しいなと思うけどさ、やっぱり3600系今まで全部買ってきたんで、ターボ君以外は。ちょっとお待ちくださいね。平成3600。そうですね、やっぱり6両編成で調べても、ターボ君とか、今回のその、あ、でも一応ね、3638、そいつはいるわ。3638、3648。一応、こいつらの、6連時代は動画があるので。それとこっちの編成番号と何個するか。そうなるとだよ。ちょっとお待ちくださいね。こいつ結構ね、知らんのはずだ。欠番が全部で3つあるんで、その欠番をフルに活かして、俺の持ってる編成番号と何個すると、まず3618なんですけど、これ、同日付、2017年に丸々廃車になってるんですよ。で、製品化されてる3648は、6連化されてる形跡はあるんですけど、6連化されてるな。品番が、9981から83。そうなってくるとだよ。わあ、これ多分動画なんか今の時点でなんか2本立てになりそうな気がしてきた。これよかった、ポスター何年かに絞って。これちょっと一応純不動になるんですけど、一応3648にしてみるか。3648の6セット、あと3658ってやつも出てるんですけど、3658自体は、そのまま8年で廃車になってるっぽいな。で、あともう1本出てるのが、3668ターボくんだろう。そうなると、あと8連化として発売されたのに3628とか38になるんですけど、3638は6連化されてる。じゃあ出してみるか。そうですね。ちなみに6連化されたのがちょうど3本あるわ。順番通りに行くと3638と3648、あ、間違えた。3648と、あともう1本36、これが88か。3688編成も一応6連化されてるわ。で、一応6連化されて、おととしの7月頃に廃車になってるな。こちらがまだ生き残ってるかどうかわかんねえんだよな。生き残ってるのか。でも確かに俺が聞いた話だと3600件は確か今生き残ってる。あ、そうか。1本ラッピングになってんじゃん。ビンゴ、ラッピングになってるわ、こいつ現在。あーちゃー。まあいいや。出すだけ出す。じゃなきゃね、ここまで、ね、マイクロがね、軽性の3600、今出せなかったはずなんだよ。どうしようかな、一応リバイバルじゃないから、標準にしとくか。まあ、標準って意味がわかる人がいてくれたらちょっと助かるけど。一応標準とそわずかにしときましょうか。OK、一応3600、ここまででいい。あとはねえな。なんかこの戻りすぎるデータなんかぶっ壊したくなってきた。軽性やったで、これ西日本とかだからいいや。トちょっとわかんねえんだよな。スカイライナーとか、新形成はちょっと欲しい。新形成は欲しい。新形成が6788と、あと2室か。6788だと、6788、6788、6788、あった。6788だと、そうですね。一応、形成の8800系、スカート付きの8両。で、あと、形成乗り入れ対応車6両。あと、形成の、ごめんなさい。今回のこの新塗装6両なので、
ちょっと腕が鳴るな。ただ、欠番がさ、3、4、6、7とさ、ありすぎるんだけど。3、4、6、7とありすぎるな。ちょっと困るな。そうですね。3、4、6、7か。ちょっと待ってくださいね。ただ、神経質ではごめんなさい。俺、乗ったことねえんだよな。一回ね、大回りしたときに、ね、松戸かどっかで見たことあるんだよな。あれ、松戸だっけ、どっかだっけな。なんかどっかで会ったことある。あれ、松戸？どこだっけ、あれ。あ、松戸だってたわ。そうなるとだよ。最後までいたタヌキって誰だっけ？ やべえ、忘れた。確かに、くぬぎ山にね、最後までいたタヌキがいるはずなんですよ。神経性、タヌキだったら出てくるかな。ビンゴ、出た。8511。あ、もう廃車になってるわ。8000系だったんだ、あいつしかも。これ8800だよな。あ、やべ、8800だ。うわぁ、最悪。でも8000系も8000だけど、所詮兄弟だろ、失礼な気がするけど。確か俺の記憶だとほぼ兄弟なんだよ。ちなみに8000系が、3VF と、8800系自身も 3VF か。ただ、モハが中間に3台か。あ、そうですね。モハが1台 MGCP って積んでんのか。これ MG ってなんでコンプレッサー誰だっけ？忘れたー。MG っていうのが、補助電源か。補助電源と空気圧縮機を積んだのがいるんだけど、8800系自体は全部あれだ。全部 3VF 積んでんだ。で、サハだけが、静止型インバーターと圧縮機積んでんのか。あ、なるほど。ちょっと違うんだ。確かに顔面も全然違ったわ。あー、8800か。じゃあいいや、8800はいいや。俺詳しく知らねえから。8800は後で置いとくとして、あとなんかあるかな。浅草線は確か希望出してるよね、どっかで。浅草線はね、出しまくってんだよ。あ、ここっすね。浅草線ここ。一応338586か8788とか連番でいろいろったんですけど、これ現状見て。そうですね。一応3387希望するとしたら、銀行の5320か。確かあいつ、俺の記憶だとね、今日成田発の運用に入ったはずなんだよな。確か昨日ね、昨日でも北総線で事故があったんで、劣行してたらちょっとわかんないですけど、確かね、昨日、なんだっけな。忘れた。確か昨日なんかの運用に入ってるんで、それが成田止まりなんですよ。で、今日その列車がね、成田発で、押上げ、違う、高砂入庫して、牧之原入庫するのかな。新鎌ヶ駅になるダイヤだった気がする。5320系。ビンゴー。動いてる。ビンゴ、これっすね。これっす。正しくは高砂入庫だった。一応今日動いたら、これっすね。成田発、羽田空港行って、高砂で入庫して、羽田空港来て、青戸行って、羽田空港。あやべ、あと1時間で帰ってくるんじゃん。あやべ、今から間に合わねえや。で、高砂入庫して、押上げから牧之原新鎌ヶ駅で今、西門がやってくる。一応、劣行しなかったんですね、昨日、浅草線。じゃあ、順当通り走ってるわ。なので一応現行の5320、これが欲しいかなと思いますね。で、希望するとしたら、ちょっとだけわかんないと、栗浜止まりの列車と蒲田止まりの運用入れてほしい。確かに、ね、今ね、昔はね、なんだっけな、運行番号変わったんですよね、栗浜止まりであれって。ちょっと待ってくださいね。俺確か昔動画撮ってるから分かるんだよ。一応、京急に直通する主なダイヤで言うと、京急に直通する主なダイヤで言うと、ちょっとダイヤ変わっちゃったんで、昔のダイヤにも一部なるんですけど、現行 31T、今これ確か変わんないんですけど、なんだっけ、三崎口発、あ、違う、千賀口発、三崎口行きかなんかになって、で、三崎口から栗浜までは営業するんですけど、その後栗浜から金沢文庫まで回送で入庫して、で、昔は金沢文庫から、合ってんのは逗子葉山行って羽田空港行くんですけど、その後の折り返しが成田空港行きだったんですけど、今ね、桜駅に買ったんですよね、エアポート記号の。だから多分ね、京急線内を走る桜駅って、ダイヤ的には増えたんですけど、珍しくなったんですよね。結局だとね、昔桜駅って運用めちゃくちゃ少なかったんですよ。京成線が主で。東急車と、あ、ごめんなさい。東急車と京急車って、ほとんど桜駅なかったはずなんだよ。あとはね、そうですね、31T 成田空港行き。あとは、そうですね、あとは 41T か。41T の特急押し上げ行きはそのままだ。ごめんなさい、806T だ。昔ね、07T、7T って運行番号だったんですけど、今それが運行番号変わって、9T になったんですよ。1個番号がずれたんですよ。だその9T とか31入れてくれたらちょっと嬉しいかなっていう今日の頃。あとは、名鉄とかわかんねえんだよな。一応、浅
で、形勢は確か一回出したはずなんだな。形勢が、6040と44だっけ、確か。6000、あ、これ40と43か。形勢は一回出してるから分かるんだけど、あ、ここっすね。一応6041、42に湧いてるんで、何回か確かね、6両セット AB みたいな出し方したんですよ。それになぜだって一応6041、40で、形勢3056両セット AB 出してるんで、ここぐらいかな。あとは KO か。確かに KO のマイクロ昔持ってたけど、今買ってねえんだよな。179293。俺が持ってるのってね、昔なんだっけど、戦闘改造車と 3VF サハ、確かそうだった気がするんだよ。879293、879293。あった、ここだ。KO なんですけど、俺が持ってるのが元クハプラスサハの871。これね、ロッキン像と、ボルスタレス電車の8両。で、今回製品化された87993なんで、一応結論的には88、89、90が入ってるわ。88、89、90か。ちょっと面白そうだな。合ってるか87、88、89、90合ってる。18、90。まあでも KO、まあ、面白いっちゃ面白いけど。これ気になる。なんで勝美がアルファベット打たれてんだろう。すげえ気になるんだけど。じゃあちょっと8000系も編成にらめっこしてみるか。8000系はでも特大もなんか面白いなったっけな。何あんまりない気がするんだよな。KO 電鉄、KO 電鉄、KO 間違えた。あー、東京しちゃった。KO 若葉台。そうですね、個人的に言えば、あれか、戦闘車の運転台撤去か。詳しく知らねえんだよな、戦闘車の運転台撤去って誰が誰だか。8701、8701。多分あれか、一応今、重量編成って全部あれか、あの戦闘車ぶっ壊されてんのか。じゃあ、そういう意味ね、88で、誰でもいいや。運転で撤去とか6基本でなってるか。で、残った8両どうしようかな。一応8両編成が1本あるんですけど、俗に20番台か。そうですね。一応前回俺が出てるボルスタレス台車ってやつが、ボルスタレス台車どこだっけ。ボルスタレス台車のやつが、8733ってやつか。8733は現状、機器更新されてるな。去年の12月付で。つい最近じゃねえか。そうなると、ボルスタレス台車じゃない子がいいか。ボルスタレス台車入ってない子って誰がいいの？ちょっと調べてみるか。全然知らなかった。KO、間違えた。間違えた。KO8000。KO の8705って何やったの？何何何、なんか気になるんだけど。KO の8705、先日の事件の当該者ですが、若葉台検車区で、ブレーキが損傷、火災損傷車両に保存。あ、それ以外廃車か。あれか、8000年だったらか、通り魔されたやつか。ああ、なるほどね。ボルスタレス台車。KO8000 系だけで調べても、ボルスタレス台車の人がわかんないんだよね、いまいち。
8732と8733ミリだ。台車がなんとか式ボルセルシア。じゃあ大丈夫だね。じゃあいいや、適当に8700。8020か。8020で。8000でいいか。初期車扱い試食どうしようかな。一応、機器更新されてないのが28番と、31番なの。一応、一番新造されたのが、なぜか8728だけは、先頭車が94人に新装されてるの。じゃあ、誰かと交換したのかな。そうですね、とりあえず8020でいいか。あとは、相鉄欲しいんだけど、確か結番なかったはずなんだよな。一応、6244時だもんな。いや、確か相鉄はね、これ以上結番ないんですよ、俺の記憶だと。綺麗にね、8000、9000全部出てるんですよ。6200か。一応これ両方とも9000系だよな。相鉄の9000系で調べると、6200系。まず6240は9塗装の6基4造。うわぁ、ごめんなさい。歯抜けあったわ。一応6242と43がいて、リニューアル車新塗装、リニューアル車石型パンタ。あ、結論あるな、ちょっと待って。6243と、42と43だ。結論あるとは知らなかった。確か8000系効果なかったんだよね。8000系がないから俺てっきり6000、あの9000系のもねえと思ってたんだよね、ずっと。ちょっと待ってくださいね。一応これで絞り込むと、旧塗装の石型パンタ、リニューアル車は新パシも出てる。そうなると新塗装の石型パンタだ。尺何分？尺これで50分か。やべ。ちょっともうちょっと切り上げたい。もうちょっと頑張りたい。相鉄旧線系で。誰だっけ？新塗装の。いや、どっちが出るかわかんないんだよね。旧塗装の新パー多分ねえと思うんで、新塗装の新パーでやってみるか。なんで新塗装が出るかって新塗装が出てくるんだよ。どうやって破れたんだ、これ。新塗装の。新パーが出てるから、菱形パンタか。多分相鉄はこれぐらいだよな。あとどこだっけ、相鉄がここか。じゃあ、だってケーキはでもこれじゃないはずなんだよな。2000系列に今更改良品出てもさ、嬉しくもなんともねえんだよな。台車部品を改良されたら話としてはもうどうしようもねえけどさ。いや、台車部品改良されたら俺としては手の内どころがねえんだよ。一応でも、そうですね、ケーキの2000系だけで言うと俺結構持っちゃってんだよな。ケーキの2000系は、現状、そうですね、2000系は、旧製品の2378、2本と、ごめんなさい、2378、3本と、2379、2本持ってるんだ。一応2379の1本を2411に改版して、2000系の1本、なぜかリバイバルの、あの編成に改版しちゃってるんだよ、失敗して。まあ、これは後で修正しますか、なんかとして。まあ、2000系はこれ以上出なくていいよ、出たとしても買わん。で、東部の旧製品、それあれから落とさとないね。確かこれ2410と430が出てないんだっけ？これ希望してるはずなんだけど。希望ってもどうせ買わねえけどさ。これはそうですね、買わずに希望したの。あ、これですね。一応7973から456と。そうですね。あとは、なんだっけ、どっかの鉄道会社に確かこの東部の2万系、2万系だよな。確か譲渡されてるんで、一応見てみようか。7973。どこだっけ、アルナ工機じゃねえ。アルナ工機が改造してた。どこだっけ、忘れた。79で見ると、そうですね、一応79で7970、7172。一応これで東部の2万系、2万50、2万70で、今回のやつがあるんで、結番的には、A の7977。東部のどこだけ譲渡したのか。もっと間違えた。やばい。
尺残り10分ぐらいだ。元東部2万系。アルピコ交通か。でもね、アルピコ交通これいいんだけどさ、顔面新規設定なんだよね。そこ頑張んのかな。一応アルピコ交通2万100当たっていいのか。これでいいか。次は。これ客車が多いな。バンエツ？バンエツじゃねえや。パラエクスプレスか。113系か。これ1000番台か。いや、でもこれ1000番台って言うけど、ライズユニット違うやつだよな。そしてタイフォン明らかに上のやつか。なるほど、1000番台でも初期型2000番台か。初期型わかんないけど。あと、この辺全部大阪メトロか。115系の鉄管面はどうでもいい。113系1000番台。まあ、出たら欲しいけどね。ちょっと高いんだよな、ね。で、ここはクルリ線たちか。大阪路とラピー搭載線ぐらいで。こっちが、メトロか。そうだ、忘れもしね。メトロ俺の結末潰しやがったんだ。3593だけ確か、昔。昔確かに359293で、あの7001系出せ、7001部出せって言ったら、どこだっけな。あれ、なくなった。あ、これですね。3592で使ったら、やられたんですよね。7000系のこっちのベビーカーマークで。頭きたからシャバン名指ししてやろう。順番間違えた。で、これですね、さっき俺が言った南海の A セット、B セットで、これですね、一応南海6313線の6両セットと、これ、6311線の6両セット B。まあ、だから6セット A と B、まあ、2種類なんか連結できちゃいますよね。一応、なんとかなのかな。この人、これ、いまいち編成わかんないかもしれないですけど、橋本向き先頭車が中盤され化されて、こっちがですね、ナンバーフォー向き先頭車が中盤されたやつ。だからさっきの形成も、4両編成が、分割されて、あの2編成とかに組み込まれてるんで、一応、あのなんだっけな、上の売りに戦闘車が追加されたり、まあ、追加っていうか、上の向きに戦闘車が、まあ、向いたり、どっち、成田空港方面、まあ、桜方面とかに、まあ、戦闘車が向いてると、2編成あるんですよね。それがさっきの、このさっきの京成3050線とか、3500とか間違えたな。3500とかだ。あ、これですね、一応6両線と AB。まあ、どれが追加するか業者としてもわかんないから、まあ、一応 A と B にしました。ってわけですね。あとは、まあ、東部の2万、京成は出した。スカイライナーは別にいいや。で、ビューサー風コードでもいいやん。で、福神線。ホキ1万、まあまあ別に今更出てもって感じだよね。ホキ1万確かに、シャバンかぶっちゃったもんな。一応これまでは2020年か。で、尺的にあと7分あるからちょっといじくるか。2019年もなんで。ちょっとだけ。2019年。一応この後 GM も取りますんでね、暇があれば。一応そろそろ健康診断始まるのか。ちょっと連絡だけ取っとこう。埼玉高速鉄道か。埼玉高速鉄道も一応8連型の車あるもんな。そうですね、伊豆急の黒船確か希望出してるもんな。あれ伊豆急希望で、あ、こうせん。一応伊豆急の黒船の、品番生かしたのがこれですね。一応6275があるんで、そこから連番、アルファリゾートのモロモロ6出してます。あとは、そう確かに2019年とかになると、ダルマとかも含めて全部シャマンいじくりましてるから、大差ないですね、この辺から来ると。あとは、まあ、都営新宿線も別に、そうしたら俺は初期の1万型が好きだったんで、あとは都営の5000系、まあ、この辺でも、一応結番はありそうだった気がするんだけど、バチコリあるんだけど、詳しくわかんないんだよな。まあ、そうなってくるさ、あの出したっけ新塗装、旧塗装のなんか6年、4年組み込みどっこはみたいなやつ。どっこいばっこいみたいなやつ出したか出してねえか。そうですね、現状このぐらいかな、マイクロエースに関しては。まあ、あと、知って言うなら、京阪とかなんですけど、京阪俺ね、中古で買ったやつまだなくし見つかってないのがあるんで、まあ、現状そっち探すのが最優先として。一応そうですね、新たにデータ組み込むとこんな感じかな。まあ、今回ちょっと明らかに、あの、この辺、あ、小文字で打ち込んでるやつが今回新しく新塗装されてるんで、一応この今回小文字になってるやつか、ちょっとね、その辺見てもらえたらって感じはしますね。これだけデータ解読。そろそろ確かにこの東部のね、改造車出てもおかしくないんだけどね。今更とかあれずっと映ってないからちょっと気になりますね。あとは、そうですね。まあこの辺としては可能性薄いぐらいが。そうですね。何個か一応品番かぶっても適当に出してたりするんで。
圧縮させなきゃ一応品番、ね、バチコリ被ってるんで、まあ、これも適当に生きてる結番全部生かしただけなんで。あとなんか個人的に、ね、そうだよな、京都市はまだ出てねえんだよな。一応今出てるマイクロからのその税金地下鉄って、都営と横浜市ぐらいなんですよ。あとなんか税金地下鉄あったっけな、福岡市は、あれ福岡市出てたっけな、覚えてねえや。なんか福岡市ってね、ワンマイルってメーカーが昔出してたりしたんで、俺も記憶ねえんですよね、どっちがどっちだか。まあでも個人的にはもう今回はそうですね、基本的に欲しい車両、まあのみで、あの、金気を生かしたんで。欲しい車両って言ったらだけど、まあ、確かにそうですね、関東の車両もいいんで。まあでも、そうですね、どれが出やすいかって言われたらどれが出やすいんですかね。まあでも個人的に小田急8000系なんかね、ちょうど今 GM が出しちゃって、しばらくしたぐらいなんで、まあその辺はメーカーと共闘しても意味ないと思うんで、まあ新旧なら富士急行か。富士急行なんかはそうですね、発売されて、まあ売り上げ次第によっては、まあ次のその、なんつうの、玉田じゃない富士急出ても、面白いと思うんですよね。意外とマイクロはね、その辺なんつうのかな、バリテンはうまいんですよね、一番大手の中で。今多分ね、バリテンが一番うまいのはマイクロ GM なんですよ。で、その次がね、ギリとミックス加藤なんですよね。加藤はね、意外となんかね、そのバリテンってところで考えると、ちょっとね、なんつうの、まあ、まあ、ちょっとまだね、いまいちなんですよね。失礼に言いますけど。そうですね。あとは特段ないっすかね。まあ、これぐらいかなと思いますんでね。まあ、次、ちょっと GM、ちょっと休憩、今一応1位なんで、まあ、ちょっと5分ぐらい休憩してから、残りの GM、ちょっと取りたいかなと思いますんでね。まあ、興味がある人は一応 GM の方も、概要欄だけは見てもらえたらありがたいかなと思います。ではまた次回の動画でした。ありがとうございました。